1300年4月7日、私は暗く黒く深い森に迷い込んだ。そこで私は古代ローマの大詩人ウェルギリウスと出会い、彼に導かれて、うつしみのまま地獄、煉獄、天国をめぐった。新曲地獄編第34曲。我が師ウェルギリウスはおっしゃった。見よダンテ、ルシファーの翼を、地獄王の旗を、目を背けてはならぬ。濃い霧が巻き起こった時、あるいは月のない闇よ、遥か遠くから粉を引く風車を見た時のように、私は確かにそれを見た。ああ、なんと恐ろしい光景だろう。凍てつく風が我が身と心に吹き荒れる。私たちは亡霊たちがことごとく氷に覆い塞がれ、水晶の中の藁くずのごとく透けて見えるところに着いた。ある者は身を伏せ、ある者は頭、もしくは足の裏を上に向けて立っている。また弓のように顔を足元まで曲げている者もいる。再び我が師がおっしゃった。見よ、かつて神に愛され天上の美を称えられた者を。悲しみの王土の帝ルシファー、またの名をサタン、ディーテ、ベルゼブル。これが創造主に向かい眉を上げた者の報いであろうか。巨大な醜い体の胸から下を氷漬けにされ、口から血の混ざったよだれを滴らせている。次に私は彼の頭に三つの顔があるのを見た。前方の顔は赤、右の顔は白と黄色の間、左の顔はナイル川の水上の人々のような肌の色だった。またそれぞれの顔の下にはコウモリのような翼が生えている。ルシファーはその六つの翼をはためかせ風を起こしている。コキュートスがことごとく凍っているのはこの風によるものだ。彼は六つの眼から涙を流し、三つの口、それぞれに罪人を入れ、歯で噛み砕いていた。あの三人のうち、最も重い罰を受けているのは、前方のイスカリオテの湯だ。足だけがルシファーの口の外であがいている。左右の二人は、カエサルを殺したブルータスとカッシウス。さあ、見るべきものは見た。先を急ごう。旅を続けよう。やがて私は死に導かれ、ルシファーの巨大な毛深い体をつかみ、地獄から煉獄へと向かった。そうして私たちは少しも休まずに歩き、ついに再び天と共に巡りゆく美しい光、星の輝きを見た。聞くドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
1300年4月7日、私は暗く黒く深い森に迷い込んだ。そこで私は古代ローマの大詩人ウェルギリウスと出会った。私はベアトリーチェという女性にお前を天国まで案内するよう頼まれた。ベアトリーチェは24歳で亡くなった我が初恋の人である。私はウェルギリウスに従い、うつしみのまま地獄に入った。新曲煉獄編、ダンテ・アリギエーリ。清めよ、汝の魂を。傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、貪欲、暴食、色欲の罪。私は、ウェルギリウスに導かれ、魔王ルシファー幽閉の地を通り、地獄を出た。次に私たちは煉獄に入り、天使から七つの大罪を洗い落とすよう告げられた。見よ、ダンテ、煉獄にいる魂たちを。重荷を背負い歩くことで傲慢の罪を、針金でまぶたを縫い付けることで嫉妬の罪を、煙の中聖歌を歌うことで憤怒の罪を、勤勉をたたえ走り続けることで怠惰の罪を、過ちを悔い赤子のように泣くことで貪欲の罪を、飢えと渇きに耐えることで暴食の罪を、そして純潔を祈り追求することで色欲の罪を洗い清めている。私はウェルギリウスと共にさまざまな魂を見、彼らの言葉を聞きながら七つの大罪すべてを浄化させた。すると再び天使が現れ、私たちに言った。心清き者よ。幸いなる者よ。天への道を望むのならば、この炎を浴び、その身を燃やすのだ。さすれば、地上の楽園に到達するであろう。そうして耐え難き暑さの中、私たちは炎を抜け階段を上った。途中ウェルギリウスが言った。ダンテよ、お前の理性は地獄の豪華と浄化の炎を見たことによって高められた。永遠の幸福はこの先にある。だが、私にはもうお前を導くことができない。私は階段をさらに登った。そうして森に入り、エデンの園に着いた。川沿いを歩いていると、たくさんの天使たちが華麗な行列を作り、歌いながら色とりどりの花をまいた。すると花が集まり、雲のように形をなし、
私の最も愛しい人となって、私に語りかけた。おお、ダンテ。ええ、いかにも。私はビアトリーチェ。よくぞここまで来ましたね。ここからは私があなたを天国にお連れしましょう。私は初恋の人との再会の喜びを我が師ウェルギリウスに伝えようとした。だが彼の姿はどこにもなかった。さあ、エウノエの川の水をお飲みなさい。言われるまま川の水を飲むと、なんと体が光を放ち始め、私はベアトリーチェと共に少しずつ天に昇り始めた。行きましょう、ダンテ。古の聖人や神学者たち、イエス様、マリア様のもとへ。その後、私はベアトリーチェと共に天国を巡った。彼女は星々の輝きが増すとともに一層美しくなっていく。そうして、おお、なんという心地よい光、なんという喜びであろう。まるで愛のバラに包まれているようだ。やがてあなたはたどり着くでしょう、神様がいらっしゃる始皇帝エンピレオへ。愛だ、すべては愛だったのだ。新曲天国編、ダンテ・アリギエーリ。1300年4月7日、私は古代ローマの大詩人ウェルギリウスと出会い、慈しみのまま地獄に入った。次に煉獄で7つの大罪を洗い落とし、現世で死に別れた初恋の人ベアトリーチェと再会した。さあ行きましょう、ダンテ。古の聖人や神学者、天使たちのもとへ。私の体はベアトリーチェと共に天に昇っていった。天国は10層もの天球で構成されていた。第1点、合点には神への誓願を果たせなかった者たちが。第2点、水星点には名声を得るため徳を積んだ者たちが。第3点、金星点には恋に熱情を注いだ者たちが。第4点、太陽点には聖トマス・アクイナスをはじめとした賢者たちが集います。第5点、火星点には信仰のために戦った戦士たちが。第6点、木星点には正義心あふれる統治者たちが。第7点、土星点には信仰に一生を捧げた者たちがいます。そして第8点、恒星点には十二宮が置かれ、十二使徒聖ペテロや最初の父であるアダムが列しています。息子よ、
私がイブと楽園を追放されたのは、禁じられた果実を食べたからではない。神から授かった大いなる恩恵、自由を乱用したからだ。私はこのため930年間地上をさまよい、イエスの死によって罪が洗い清められるまで4302年間天国と地獄の狭間、リンボで過ごした。父よ、子よ、精霊よ、栄光あれ。第9点、原動点は、セラフィム、ケルビムを含む9大天使が、合点から構成点を含む8つの点を、愛の力によって回転させています。私は、ベアトリーチェに導かれて9つの点をめぐり、古の聖人たちに教えを乞い、信仰についての問答を交わした。やがて天空に光の十字架が見えてくると、天使の大軍と共に千段にも達する円形劇場が出現した。ようこそ、ここが旅の終着点、始皇点エンピレオです。ああ、それは天上界に咲く純白のバラであった。無数に輝く神の光が花びらとなり、幾層にも重なって私を包み込んだ。その美しさは人間の言語表現の限界を超えていた。どんな宗教家も大作家も表すことは不可能だろう。私はこの感動をベアトリーチェに伝えようと振り向いたが、彼女はもうどこにもいなかった。おお、旅人よ、悲しむことはない。ベアトリーチェは彼女のあるべきところに帰った。私はベルナルドゥス、聖母マリアに仕える忠実なしもべだ。誉れ高き聖ベルナルドゥスとの突然の出会いに、私は驚きと驚愕で声を失った。彼はにっこり笑って私を見つめると、私はベアトリーチェに頼まれてここに来た。あなたが天国の旅を無事に終えられるように。さあ、心してご覧なさい。一番奥におわすあのお方こそ、我らがお仕えする聖母マリアであらせられる。その時、至上の喜びが私に降り注いだ。大勢の天使たち、聖女たちに囲まれた聖母マリアが、慈愛にあふれた眼差しで私を見つめた。おお、処女にして天上の母マリア、神より生まれし最も謙虚で最も汚れなき方よ、あなたの慈悲と憐れみにおすがり申し上げます。どうかこの者に父なる神へのおとりなしを、この者が現世に戻ることのできる機会をお与えください。聖ベルナルドゥスの懇願と祈りが終わると、聖母マリアは一層奥ゆかしく優しい微笑みを浮かべた。そうして目線を上げ、至高にして燦然と輝く光を仰いだ。さあ行くのだ、
幸福な子よ。またいつか会おう。父よ、子よ、精霊よ、栄光あれ。促され、私はその光に向かって進んでいく。すると次第に夢見心地となり、意識が朦朧としていった。ああ、言葉とはなんとか弱きものだろう。この尊さを例える術が見つからない。理性が追いつかない。記憶をとどめておけない。憧れと歓喜が私を支配する。一瞬、崇高な光の中、人影を見た。だがそれは見間違いだったのかもしれない。そう思ったとき、一筋の光に貫かれ、私の想像力は尽きた。しかし、我が願いと意識は、まるで輪のように巡らされていた。愛だ。すべては愛だったのだ。星も地球も太陽も宇宙もすべて愛が動かしている。